アイテム番号 SCP-1044。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1044 に接近可能なすべての地点は、落石、雪崩、地雷や危険動物への警告標識に囲まれています。地域は定期的に空地有監視下に置き、職員のうち少なくとも一人は、警告を無視した非職員をすぐさま阻止できるように配置すべきです。説明 SCP-1044 は北緯、度、東経、度に、フランスのアルプス地方の小さな、人の住んでいない谷に位置しています。谷は、およそ 12km にわたり、広いところでは幅が 0.6km もあります。SCP-1044 は、変わった響きの山彦の噂が地元地域で広まり始めた後、1968年にその特性と初めて遭遇しました。以下のレポートは、データ削除で山彦が届く範囲の谷から戻った際の会話です。報告された現象は、地元当局によって都市伝説として片付けられていましたが、その信憑性を確認するため研究員が、2000年6月3日に派遣されました。次に記述される事柄は、2年間で実行された3つの調査の、部分的な転写です。実験1044、1、A、調査員何から始める ?F、調査員多分。こんにちは。A、調査員、大声で話す。こんにちは。F、調査員聞こえないな。もっと大きくしてみてくれ。A、調査員、叫ぶ。こんにちは。SCP-1044、A、調査員に似た声の山彦。さようなら。F、調査員聞こえたか?さよなら、だってよ。A、調査員俺も聞こえた。何か他のを試してみよう。叫ぶ、下に誰かいるのか ?SCP-1044、先ほどと同様に、上に誰かいるのか ?F、調査員、叫ぶ、いるぞ。SCP-1044、F、調査員に似た声の山彦、いないぞ。A、調査員ちょい待ち。できるだけ大声で、同じ字をやってみよう。F、調査員、さらに大声で、いるぞー。SCP-1044 いないぞー。SCP-1044、F、調査員と同じ声、いるぞー。A、調査員最初の山彦は君のと矛盾しているな。2回目の山彦は最初の山彦と矛盾している。F、調査員王吾から来た2度目の山彦は俺の声だったな。A、調査員続けよう。実験1044、2、中今後は、SCP-1044 の応答は、最初に声を出したものの山彦の携帯で聞いていると仮定することができる。F、調査員、叫ぶ、犬。SCP-1044 犬。C、博士犬の反対の言葉はないと思うんだが。F、調査員猫。C、博士正しく反対じゃない。現象は、一貫した論理に従ってるんじゃないかと思う。観察しよう、叫ぶ、私は男だー。SCP-1044 私は男じゃない。F、調査員論理的な反対を中継しようとしているなら、むしろ、私は女だ、とこだまが変えるな。C、博士何かを試みるのに意識が必要かどうかはまだ明らかじゃないね。F、調査員前の実験の、こんにちは。はどうだ?山彦は、さようなら、と返したぞ。C、博士は彼の挨拶が、挨拶文に論理的に反対であるということは、おそらく意味をなさないと思うね。F、調査員多分。我々が考えるように、論理的に絶対に正しいというわけじゃない。C、博士正確には何を示唆しているのかな?実験1044、3。データ削除。実験による音声の転写物の解析はすべて、その谷に限定された SCP-1044の小玉であると結論付けられました。山彦は、文または質問の論理矛盾が可能な限り、それは直接話者に矛盾します。SCP-1044 をテストするために作られた、この文は間違っている、という自己矛盾文を、大声で読み出す試みが後に実験され、データ削除を例外なくもたらしました。将来の実験は、このような試みは避けるべきです。